はい、注意点がまだちょっとありました。これはですね、今さっき右手のデフォルトの位置はここですよなんて説明したんですけど、これは意外とできてない人がいるっていうこともあり説明しといた方がいいと思うんですけど、肘とこの手首のあたりでの筋肉でこのこっち下にも落ちない上にも上がらない、ここで弦の上でね、弦の上でそれらの筋肉を使って固定しておくということがすごく重要です。当たり前のことですけど、当たり前のことなんですけど、どうしても、ギター始めたばっかりの時とかは僕なんかはピカード弾くのに親指を6弦に乗っけてここに寄りかかって人差し指中指を安心させてって弾いてたんですけど、要するに親指がなかったらこうなっちゃう状態で弾いてたんですね。でもそれだとやっぱり親指にも力入るし、そうなってくると親指と人差し指近いですから、またなんか変な影響が出てきちゃうわけですよ。なのでこのここに固定しておく、おく当たり前のことなんですけど、そう意外とね、例えばこう大きなラスギアルと僕はあんまりやんないですけど、なんかこういう大きいラスギアルとかします。で、タタタとか練習するときにこう落ちちゃう人がいる、これダメなんですよ。常にこの肘とここら辺までの筋肉を使って ここの弦の上にいる、痛いっていう感覚が重要なんだと思います。もちろん左手もそうなんですけど、そうしないと例えば下に手が落ちきっちゃった時に戻さなきゃならないという手間もあるし、でもこれはテクニックによって違うんですけど、大抵のことはここにいることでできちゃいますから、手がブラーとなったりこっちに上がりすぎちゃったりってことはないので、それもちょっと気にしといた方がいい部分かなと思います。踊り手さんもそうだと思います。多分とにかく肘から下の力で腕を固定しておくね、っていうのを頭に入れておいてください。